こちらはですね、滋賀県のですね、どこですか？琵琶湖バレーにやってきました。琵琶湖バレーです。はい、ご覧ください皆さん、これが琵琶湖です。素晴らしいね、これほら。さあ、これをね、今からね、この恐怖のロープウェイでパパさんの高所恐怖症。私ね、もう高所恐怖症なんで。そう、みんなでね。ね、あんたたちも高所恐怖症なの？高いところ行くよ。よし、今から行くぞ。ロープウェイ乗りますよ。はい。うわ、見て、めちゃめちゃ怖いんだけど、あれ行けんのこれ？これマジで無理だよこれ。待って、行こう。もう不安でしかねえわ。いや、しかもさ、あの2人みんなで乗るじゃん、それすごい嫌なんだよ。だから、うん、重くなるからってこと。違う、恥ずかしいじゃん、俺がすごい1人だけビビってる。そうビビり発動したら。ここが3500円ね。結構いいのだ。そう、いけるの？いけるんだって。みんなで乗っていける？え、あの、うん、閉めたりするの？そう、上だけこう閉めてだって。あ、何分後にしようか。すぐ行けんの？あと並んでください。チケットワンちゃんの分と。すごい、これいくらなの？8500円。8500円全部で。ワンちゃんのも取られる？そう、1人500円取られる。あ、頭も取られるんだって。そう、取られたので、施設店内は、うん、ほら、ワンちゃん入れないんだって。やっぱね、食べるところは食べれない、取れないけど、多分あれじゃね、このままだったら、うん、あの中で買って外でお茶したりとかは大丈夫なんじゃないかとか。まあ行ってみましょう。行ってみましょう。うん、もうすぐ行けんのかな？すぐ行けんのかな？一回話してみたら、うん、こっちからだ。こういう中は入れないの、ワンちゃん。ああ、外だけなんだ、もう本当見るだけ。本日は琵琶湖バレーでご来場いただきまして誠にありがとうございます。山頂駅到着までに3本の支柱を通過します。通過ごとに揺れることがございます。こっちの方が多分怖い。手荷物、お足元、こっちの方が多分怖いと思うよ、多分。でも景色の怖いね。クラちゃん、めっちゃほら、クラちゃん、ダメダメ、もうちょっと我慢して。ベッド着きましたよ。さあ、めちゃめちゃ怖かった ね。俺はめちゃめちゃ怖かったね。え、怖かった ね。さあ、じゃあ上に行ったの見せましょうね、うん、いや、めちゃめちゃ怖かった。あ、こっちにもなんかあんだね、うん、さあ皆さんにこれを、この風景をね、うん、お見せしたいなと。さあ、どっから風景を見せようかな。下っていくしかないか、砂利。あ、そうだね、砂利いける、うん、大丈夫？階段です。まだ皆さんにはね、お楽しみにしていただいて。カレーパン、めちゃめちゃ怖かった。でもさっき本当に、うん、もうしゃがんでたもん俺だけ。あ、何なんだろうね、なんかすごいもんね、気持ち悪いもんってんのあれ。さてと、でってでー。さあ、見えてきました。さあ、こちらでございます。これ素晴らしいな、これすんごい高いね。すげえこと。あ、ドッグランがこっちなの？あ、ドッグランもなんかあるみたいでね。そう、今ドッグランも行こうかな。すごい。あ、あれか、なんかあの写真撮ってんのね、みんなね。
まあ、絶対無理そうな気がする。怖くて分かんないし、行ってみて。まずこの 上行ってみる。どうですかあなたたち、どうですか。ほらクラちゃん、メールどうした。ここもここでどこまで行くんだろう。これ上まで行く。あ、上まで行くのあれ。これはだってうちら行けないじゃん。行けないよ、危ないもん。ドッグランどこにあるんだ。ずいぶん随分奥だって。行こう、ほら行け行け、うん、頑張れ頑張れ。おー、ジョージ村なんでどうぞ遊んでください。やだって言ってよし、もうちょっとでドッグな、ほらよし行ってみな、うん、ジョージ村行ってみな。ジョージに吠えてるよ。どうしたの？ジョージに吠えてんの？ね、何？ジョージに吠えてんの？誰がいるの？ジョージじゃない？これ。これがジョージなんじゃない？マリン。ジョージ怖いの？怖い。マリン。ほら、あっちに向いてよ、ほら。マリン。マリン、ほら、ジョージいるよ、ここにも。マリン。マリン。マリン。ほら、こっちに向いて。ほら、マリン、ほら、こっちに向いて。全く反応しないね。じゃあ、やっぱこいつなんだよ。ジョージなんだ。多分これがジョージなんだね、マリン。マリン、ジョージだよこれ。ジョージなのこれ。ジョージ近づいてみたら。ジョージ。やっぱジョージなんだ。やっぱ嫌なんだよ。ここがね、小型用らしいですね。でここが。中型犬と大型犬、結構でかい、結構綺麗だよね。うん、貸し切りです。はい、じゃあドッグランにね来たっていうことでね、じゃあちょっと早速ゲームをしてみますか。うん、さあどんなゲームをやりますか。どっちに来るか。そう、おいでって言ったらパパとママどっちに来るか、どっちのことが好きかっていうね、うん、ちょっとね実際やったことないんでね、うん、ちょっとやってみたいと思います。よし、前に頼むよ。待てよ。待て。男の子やからな。
ちょっとな、ちっちゃいね。この子はもうこれで大きな、おしまいみたいな。メルちゃんの半分じゃない。そうなんです、思い出をいっぱい作っておかなくちゃならない。そうです、ね、